皆さんこんにちは、セイラです。日本の東西南北で一番端にある島は何でしょうか？東は東京都の南鳥島です。日本が保有する島で唯一排他的経済水域が他のどの島とも接していない貴重な島となっています。島には海上保安庁、海上自衛隊、気象庁の施設があり、それぞれの職員だけが島に上陸することを許されています。民間で南鳥島へ行ける人は工事の関係者など特別に許可をもらった人だけに限られているため、観光で行くことはできません。西は沖縄県の与那国島です。与那国島は東西南北の端に位置する島の唯一民間人が行くことのできる島となっています。沖縄本島から約 509km、 石垣島からだと約 127km、与那国島と隣接している台湾とは約 111km の距離に位置し、条件がいい日は与那国島から台湾の山並みが見えるそうですよ。続いて南は東京都の沖ノ鳥島です。わずか数十センチ程度の路岸が2つしかない島です。見た目は島というより岩のようですよね。場所は東京都ですが、浸食を保護するために東京都の管轄ではなく国の直轄管理下に置かれている島となりました。もちろん民間人が立ち入ることは困難となっています。最後に最北端は択捉島です。北方領土の中の一つで、ロシアとの問題は有名ですよね。民間人が択捉島に上陸するにはビザなし交流かロシア経由か、少し厄介なルートになりそうなので、日本政府は自粛を促しているそうです。さてさて、東西南北の島を簡単にお話ししたところで、今回の動画でご紹介するのは最南端である沖ノ鳥島です。沖ノ鳥島という名前は知っているが、一体どんな島なのか詳しく知りたいと思いませんか？沖ノ鳥島について実は知らないことがあるかもしれませんよ。ぜひこの動画を最後まで見て、沖ノ鳥島の知識を深めてください。沖ノ鳥島とは、沖ノ鳥島とは東京から南へ約 1700km 離れたところに位置し、北小島、東小島の2つで成り立っている島です。島というと木々で覆われているのを想像するかと思いますが、沖ノ鳥島の見た目は真っ平らで、島の周りはコンクリートで覆われています。コンクリートで覆われている理由は波の浸食を防ぐためです。約30年ほど前からブロックなどのコンクリートで周りを固めているそうですよ。その費用はなんと750億円。750億円もかけて島を守る必要があるの？と思われる方もいるかと思いますが、沖ノ鳥島があることによって日本には多大なメリットがあるのです。それについてはこの後お話ししますね。沖ノ鳥島は東西 4.5km、 南北 1.7km で、周囲は 11km の拓張で、実は日本の国土面積である約38万平方キロメートルを超える排他的経済水域を持っているのです。その広さは約40万平方キロメートル。満潮の時は北小島、東小島の2つが海面上に現れるだけですが、干潮の時はしっかりとした島になるそうですよ。沖ノ鳥島の豊富な資源。沖ノ鳥島を維持するメリットとしての最大の理由は、やはり排他的経済水域の中の豊富な資源です。先ほどお伝えした通り、沖ノ鳥島の排他的経済水域は約40万平方キロメートルもあります。排他的経済水域とは、領海のさらに外側にあり、沿岸から200海里以内にある水域のことを指しており、沿岸国には海に眠る天然資源の開発管理や主権的権利、海洋汚染規制といった権限が認められています。そして排他的経済水域内にあるのは天然資源だけではありません。皆さんは魚好きですか？2005年度の小笠原島漁業協同組合による実績や、みやこという東京都の調査指導船によると、沖ノ鳥島周辺にはビンナガ、クロカジキ、キハダ、メカジキといった魚を含め、たくさんの生き物が生息していることが分かりました。消滅の危機。
そんな資源が豊富な沖ノ鳥島が今水没の危機に瀕しているのをご存知でしょうか。そもそも島というのは国連海洋法条約において自然に形成された陸地であり、周囲を水に囲まれ、高潮でも水面上にあるものといった内容が定められているが、今現在の沖ノ鳥島は海面からわずか数十センチ程度の顔を覗かせる程度となっています。また沖ノ鳥島はサンゴで作られている島のためとても脆く、波風の侵食を多大に受けてしまうのです。そのため先ほども言いましたが、何百億とかけて島を維持している現状です。沖ノ鳥島を守っている護岸コンクリートは平成2年から5年に完成していますが、経年劣化が著しく、さらに厳しい気象条件のため護岸コンクリートが剥離したりひび割れを起こしたりしていました。日本で唯一熱帯地域に分類される沖ノ鳥島は年間を通して気温が24度から30度となっており、付近では台風の発生も多いです。沖ノ鳥島の上空を何度も台風が通るんですよ。その際の波の高さは16メートルを超えることも。そんな環境状況から島を守るのは容易なことではないですね。周りをコンクリートで覆うだけじゃないんですよ。コンクリートの破片で島を傷つけるのを防ぐためにチタンで作られた防護ネットをかぶせ、島自体を保護しています。このチタンをかぶせる工事にさらに約285億円ほどかかっています。さらに船舶が島に座礁するのを防ぐため、海上保安庁が領海内に沖ノ鳥島灯台を設置しました。その灯台は無人で海面約26メートルの場所に位置しています。太陽電池によって稼働しているためバッテリー切れの心配もなく、発光ダイオードを使用しているため12カエリまでその光を届けるそうです。島に何かが起こって島ではなくなってしまったら大変だ、そういった考えで国はあの手この手で島を守っているんですね。サンゴ増殖プロジェクト。地球はこのまま進むと二酸化炭素濃度が上がり温暖化が進んでしまいます。温暖化が進むと氷が溶け、今世紀のうちに1メートル近くの海面が上昇すると言われています。そうなると沖ノ鳥島は簡単に水没してしまうので、研究者たちはあるプロジェクトを立ち上げたのです。それがサンゴ増殖プロジェクトです。沖ノ鳥島はサンゴが幾重にも積み重なってできた島です。つまりサンゴが成長すれば島が水没する危機を免れることができるのではないかという発想でプロジェクトは進んでいます。2018年に始まったサンゴ増殖プロジェクトは、サンゴでできている島の成り立ちを理解すると簡単に説明ができます。サンゴでできている島がどのようにして形成されているのかというと、まずサンゴが移植し島の土台を作り上げます。そのサンゴが波によって壊れ打ち上げられることにより、標高1メートルから2メートルの島を作るのです。このような成り立ちでサンゴの島は作られていきます。それを利用し沖ノ鳥島の自然のサンゴの力を借りて人間が手助けをし島を維持するという取り組みです。このプロジェクトは2023年に沖ノ鳥島で実証実験を行うことを目標としているらしいですよ。サンゴがうまく堆積できれば数十年で陸の形になる可能性もあるとのことで、もしかしたらあと何十年かすれば沖ノ鳥島が大きな陸地になっているかもしれませんね。沖ノ鳥島の未来。沖ノ鳥島は今後どんな未来を進むのでしょうか。実は中国から沖ノ鳥島は日本の領土ではないと言われています。その理由としては、沖ノ鳥島は岩礁ではなく単なる岩だと中国側は考え、岩は島ではないので日本の領土ではないとのことです。沖ノ鳥島の写真を見ると確かに単なる岩に見えなくもないですが、干潮の時の沖ノ鳥島は完全に島になります。その姿を見ると中国側の言い分には疑問を感じます。沖ノ鳥島の排他的経済水域の広さを考えると、数百兆円を超える価値があると考えられているため、日本は何としても沖ノ鳥島を維持したいですね。まとめ。今回は沖ノ鳥島についてお話ししていきましたが、いかがでしたか。日本が試行錯誤し守っている沖ノ鳥島、
ぜひこのまま日本の領土として維持していきたいですね。また元々のサンゴを使った島の育成プロジェクトは実に日本人らしい素敵な発想だと私は思います。何年か後に教科書に掲載される沖ノ鳥島の写真が変わることを楽しみにして今後も見守っていきたいと思います。皆さんは沖ノ鳥島の保護についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。